2024明治安田 J2 リーグの第6節、清水エスパルス VS ブラウブリッツ秋田、ご覧の通りというか、皆さんご存知かもと思いますが、1対0で清水エスパルス勝ちました。イエス、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。なこれなんか前節も言った気がするんですけども、マジでけえわ本当に。いやだってね、秋田に去年勝ってなかったからね。ああ去年確か3バックで挑んだ時の、1枚がヘラド選手だった記憶があるんですけど、いやーよかったわ本当に、アウェーの秋田も行きましたけども、1対1の引き分けだったんで、本当に鬼門秋田、いや本当ここに勝てるかどうかっていうところで、3連勝かかってたので、めちゃくちゃ良かったですね。宇野ゼロ勝利、いやー素晴らしい。もう勝ちゃなんでもいいです、勝ちゃ、もう勝ちゃなんでもいいというわけで、ちょこっと振り返っていこうと思うのですが、まず前半早々にまさかの乾選手が、負傷交代で会ってるんですよね、負傷交代で途中に、すぐに前半早々ですよね、5分10分あたりで、退いてしまって、マジでやばいやばいやばいってなったんですけども、途中でその序盤に入ってきた松崎海選手がトップ下に入り、その松崎海選手がやっぱ乾選手とはまた違うアクセントを生み出してましたよね。具体的なことを言うと、やっぱ松崎選手って縦への推進力かなりある選手なんて僕はもうずっと前から思ってるんですけども、その推進力を生かす、プレーをたくさん見せてくれていたなというふうに思いました。でまあ確かにってか思ったんだけど、松崎海選手ってトップ下できる？今日何急増でやれ、はい、みたいな感じで言ったのか分かんないですけど、惜しいシーンもたくさんあったしっていうところで、乾選手はあれはもう別格、あれはもうSA ランクなんですよ。SA ランク SS か SS ランクみたいな感じなんで、ちょっと比較対象に なるのもなんかね、あれって感じだから一旦置いとくんですけども、うん、いやでも松崎海選手もトップ下で、しっかりと、仕事をしていたので良かったなと思います。そして、こぼれ球に高野選手がね、反応をしてゴールを決めたと。やっぱ決めるべき選手が決めるってのはいいですね。本当毎回思うんですけども、高野選手が調子いい時の清水は基本勝つよね、うん、もう昔からそう、昔からってか、まあ2017年ぐらい、うん、6年ぐらいの時からずっとそうです。はい、高野がいい時は基本勝ちますこのチーム、うん、このチームは高野次第っていうところもぶっちゃけあるのかなっていう、まあ一部ですけどね、うん、っていうのは個人的に思いました。はい、さあというわけで、本日の GOM いきますか、グレモのオブザマッチということで、僕が勝手に、一番いい選手を決めるというね今日今節から、今年から始まったコーナーですけども、本日は、吉田豊選手でお願いします。はい、吉田豊選手が個人的に一番良かったですね。はい、なぜかというと、右サイドハーフに、途中出場で入ってきた西原元希選手ももちろん良かったんですけども、この後方前線のところのコンビネーションをめちゃくちゃ支えたのは間違いなく吉田豊選手であって、何度も言うんですけども、いい守備からいい攻撃へっていう、サッカーの基本的なところを忠実に、こなしていたのは間違いなくこの今回の4枚の中で、もちろん長谷川選手もくっそ良かったんだけど、やっぱ安定感があってフィジカルで絶対に負けない、まあ、ジェラも負けなかったけど今回もって中で、基本的にノーファールで、言っていた、そういう面ではまあちょっと吉田豊選手がちょっと別格だったなと思いましたね。ああマジで思った、あれはすげえなって思った。ああさあさあさあ、そんなわけで、いや右サイドバックにこれで原田力選手がもう いるんでしょっていう考えると、いやすごい充実したあのディフェンサー戦力層になっているなと、毎度毎度やっぱ思うんですけれども、これここにね菊池修太選手とかもっと絡んでくれたらさらにね競争激化して、いいチームになるんじゃないのかななんてのも、期待しております。さあそして、
めちゃくちゃ個人的な話になるんですけども、さっきあのパルちゃんと絡みがあったように、今年3月で大学、卒業するので、つまりこの試合が、僕にとって学生生活最後のホームゲームとなりました。はい、めちゃくちゃこれ個人的な話するんで、もう試合のこと話さないで、もういいや、試合のことも話すけども、まあ、もういいやってさ、全然ブラウザバックしていただいて大丈夫なんですけども、いやもう本当にね、ちょっとさっきここには、ま、前で出ちゃってはいるのですが、ずっと見てたあっちの方の席で、観戦してたんですけども、ずっと見てたってあれだ、小中高校時代にかなり見てた席で見てたんですけども、いや最後の最後ホーム戦をこうやって、締めくくれて、個人的にもいい節目になったのかなと思います。そうだからね、今日は結構まったり、今日もなんですけども、かなりゆっくりまったりと、はい、アイスタ堪能することができたので、4月以降も頑張れそうかなと思いますよ。うん、また活動のこととかおいおいお話ししようかなと思うのですが、あそうだ、あともう一つね、これはエスパルスのこととは全く関係ないんですけど、ツイッターにちょっと書かせて、あ X か、 X に書かせていただいたんですけども、自分がいつも使っているパソコンが、死にまして、本当にマジで死んじゃって、多分マザーボードがいかれちゃったんだと思うんですけども、はい、電源がつかなくなり編集が全くできませんなのでこれ試合後感想動画ボットにこれからなると思うんですけども、PC が届くまではちょっと辛抱していただければなと思います。そうなのでね、向こうマジパソコンの中のデータにあった、去年の徳島遠征とか大宮遠征とか、あとプレーオフ決勝の Vlog もそうだし、あと長崎遠征の今年のやつもいろいろちょっとデータが入ってるんですけども、全部なくなった可能性があるといやマジでやばいんだよね。一応 SSD これから取り出すんですけども、てかあそう取り出してパスワード分かればいいんですけど、で大丈夫かなって、そこだけね、これから出す予定だった動画がこれから出せるかどうか分かんないということだけちょっと報告清水したいなと思いますという感じで、ちょっと個人的な話もさせていただきましたが、来週は3月30日にモンテリア山形がとの試合がアウェーであるので、そちらもこれがまあ正真正銘最後の学生生活最後の試合ですね。この試合も山形ですけども行きます。はい、初めて山形、行こうと思いますので、まだ行こうか悩んでるよっていう方がいらっしゃいましたら、僕も行くんで、こんな、ね、俺も行くんで、ちょっと悩んでる方ぜひスタジアム行って、アウェー席オレンジに染めていきましょうよ。まだチケットあるはずですからね。はい、なのでぜひぜひ山形で、山形も盛り上げていければいいなと思います。暫定今1位ですからね。もうこれでシーズン終わってくれこれで終わってくれ、本当にもう J1 生きてんだ。大学卒業、昇格、社会人昇格できてから、J1 に昇格させてくれ昇格できるように僕らも頑張りたいなと思います。というわけで、現地のアイスタからは以上となります。お疲れ様でした。おつもりです。あ、パルちゃんもこれでおしまいですかね。はい、パルちゃんもお疲れ様でした。というわけで現地からは以上です。ありがとうございました。